はい、こんにちは、こつぶです。さあ、私は今どこにいるかと言いますと、わからないね。じゃじゃーん、金福岡ではなくて、この人混み見るとわかるでしょうか。すごく建物が全部高くてごちゃついております。そう、ここは東京都新宿区、新宿駅前までやってまいりました。なぜ東京にいるかと言いますとですね、今回は東京モーターサイクルショーに行ってきた後の小粒のですね、まあ番外編、東京旅行編みたいな感じでパート2をお送りしたいと思います。ということで、先ほどですね、メインとなる東京モーターサイクルショーに行ってまいりまして、今切り上げてきたところでございます。前回のこの番外編パート1の時はですね、 LCC ピーチ航空で移動してきて、千代田区のですね、女性専用のデラックスカプセルルームなんてね、面白いところに泊まったりもしたんですけども、まあ、2日目もね、休むことなくまた面白い宿に行きますよと、そして案の定ビールで乾杯していますよということで、早速ちょっとこの辺りの面白そうな場所を見つけたので行ってみたいと思います。まあ、東京の人だと定番なのかもしれないんですけど、新宿周りで遊ぶ人からしたら、私好みのレトロな大衆感もある場所を発見しましたので、一丁一人ビールまずは書き込んでいきたいと思います。いる人たちがいるんだ。さて、高架下を抜けてきてすぐ目の前やってきたのが、じゃじゃん、新宿思い出横丁という場所ですね。ここね、ちょっと今昼の時間帯なので、ちょっとイメージつかみづらいかもしれないんですけど、初めてね、ここ通った時夜でうわ、なんかこの右がね、高架線で、目の前にこうやってぎゅうぎゅうに所狭しと居酒屋たちが立ち並んでいて、夜はね、ほんとサラリーマンの方とかこの路面の方まで出てね、みんなすごい賑わって飲んでる光景を初めて見た時はですね、わあすごいなみたいな、なんかこう東京のこの下町というか、なんかこの雑多な感じ、ぎゅうぎゅうになってる感じ、すごい東京味を感じると思いましたね。もちろん高層ビルが立ち並んでたり、なんか東京ですねって感じなんですけど、これはこれでね、面白いなと思いました。私はこういうね、ちょっと B 級感のある通り大好物でございます。本日はこの辺でちょっとね、一人打ち上げ飲み歩きしちゃいたいと思います。まだお昼なんですけれども、お店もガンガン開いてますし、昼からね、がっつり飲んでる方も結構ね、ちらほら見えますね。そして現在季節は春ということで、桜がね咲いてます。桜が咲かせられております。増加ですけれども、春を感じますね。さあ、あっという間に端から端まで歩いてしまいましたので、ではですね、ここで通った中で一番元気が良さそうなお店に入ってみようと思います。というわけで、こちらのお店のカウンター席に通してもらいました。すごい結構狭くてね、ぎゅうぎゅうに机も並んでいて、かなりのんべいにはたまらない雰囲気をしてますね。こちらのメニューや壁に貼られた一面のこのね、メニューを見る感じ、ホルモン系が多いみたいですね。古き良きっていう大衆感抜群でございます。乾杯。すごい、ここ23時までやってるらしい。最高やね。まあ、基本私やっぱ田舎好きだなって思うんですけど、こういう都会に出ていいことは、いつでもどこでもいい感じのお店で飲めるっていうことですね。お酒自体も好きっちゃ好きなんですけど、お酒好きの中でも、なんだろう、家で一人で作って飲むお酒じゃなくて、やっぱ飲みに行くのが好きなんで、空気感が好きで飲んでるみたいなところもあるから、こういう飲食店がいっぱいあるっていうのはやっぱいいよねたまに来るとね、思いますね。はい、おつまみポテサラ第1弾、
よいしょ、いただきます。胡椒効いてて美味しいです。焼き鳥、鶏のまたつくねも頼みました。なんかね、ビールジョッキともうこれだけでなんか結構お腹膨れそうな予感。本当ははしごしたかったんですけど、ちょっとまあ控えめに言っときましょう。2軒目に行けなくなりそうやけん、別にそんな無理していかんでもいいんだけどね。おいしい、全部がちょうどいいわこれ。あっという間に満席になってきました。みんな昼から酒飲みすぎだろっていうことで、私も2杯目ハイボールです。なんだかんだでだいぶ飲みすぎてしまいまして、満足したんで新宿駅東口に戻ってきて、荷物をロッカーに入れていたので、お、来た、大きい荷物を取り出して宿に向かいたいと思います。ごちそうさまでした。さて、都会の喧騒を少し離れまして、同じ新宿区なんですが、少し住宅街のね、細い路地の方に入ってきました。というところで見えてきたのが、じゃーん、低めのマンションや一軒家が立ち並ぶ路地裏の住宅街の一角にですね、いきなりちょっとド派手な旅館桜城っていう看板とですね、はい、赤い提灯の面白い外観をした、まあでも作り的には一軒家でしょうかね。本日の宿が見えました。今日の宿はこちらでございます。まあ、こんな感じでですね、英語で表記がしてある通り、外国人観光客の方が利用するような場所なんだと思います。それでは行ってみましょう。お邪魔します。見てください、玄関からすごい、ジャパン、日本って感じですね。上も見て、折り鶴や提灯、そして桜。これはあれですね、なんかこう海外の人が想像する日本っていう感じを、みんなが想像してるのこれでしょっていうのをね描いてるっていう感じがしますね。Welcome to Japan。 壁に直接ペイントしてあるのかな。1階は部屋がいくつかと、手洗い、バスルームなどですね。お、シャワールームもすごい、日本画が壁に書いてある。これ書いた人絵上手ですね。掛け軸が飾ってあったり、ただシャワー自体は外国っぽい感じ、スケスケですね。わお。で、私の部屋は2階みたいです。じゃーん、何から何まで、ジャパン、日本感がすごいですね。さあ、階段を上がってきまして、ここにもお部屋がいくつかと、共用のキッチンルームもあるみたいですね。洗面台とトイレにダイニング、もうここには日本人形が飾られていますし、招き猫に七福神、豪華です。キッチンも広々としていて、まあ、この辺はゲストハウス、バックパッカーズホステルっていう感じがしますね。さて、私の部屋はこの突き当たりの梅の間でございます。お部屋の名前もね、日本って感じの、一応そのタイトルが旅館っていうことなんで、旅館っぽいね、お部屋の名称もついております。お、そろばんまでくっついてる。よし、行ってみましょう。
はい、中はこんな感じです。チャラーン。ちょっと先に荷物置きましたけれども、すごい和です。和室、ザ和室です。6畳の個室ですね。この辺りとか旅館っぽいですね。セットが一応2つ、タオルもバスタオルも1枚ついてます。ありがたい。ゲストハウスは有料のところとかね、多いですからね。備え付けじゃないところの方が多いです。歯ブラシセットとか湯飲みとか2つセットで基本置いてあるみたいなので、何人かでも泊まれるみたいですね。今日は私ここで1人で使うので、だいぶ広い贅沢な空間となっております。旅館っぽい感じは非常にねありますね。この辺ももうこういうのが日本なんでしょうっていうのをね、存分にこう詰め込んでいるというか置いているような感じでございます。桜で、なんかいっぱい収納があるんだよね。お、ここは服をかけるところ、クローゼットめちゃくちゃ広い。こっちは、お布団が入ってます。ここから自分で出して引く感じですね。こっちもクローゼット、やたら収納できる。そして掛け軸なんかもありの、なんとですね、じゃーん、とっても広いベランダ、バルコニーがついてますが、今日はね雨なので外に出る機会はなさそうです。残念ですね。こんだけ広いバルコニーがついていると、まあ、どうなんでしょう、外でなんかタバコなんか吸う人はね、外で一服なんてこともできるんでしょうかね。ダメなのかな、禁煙だったのかな。部屋の中はあの一律全部禁煙みたいな張り紙は貼ってありました。私はちなみにタバコは吸いませんので、まあ涼しい時期だとこう外に出てぼーっとね空を眺めるみたいな感じでも安らぐんでしょうかね。ただまあ住宅街で周りにね、家がみっちりとありますんで、果たして外に出て癒されるのかは謎ですが、とにかく一人で使うには十分な広い空間があります。贅沢。こういうもうザ日本みたいな日本人形も至る所に置いてあったんで、怖い人はちょっと怖いかもしれないんですけど、まあ私は別に普通にもっとやばいところとかいろいろ泊まったりもしてたんで、もう素晴らしく快適ですね。はい、という感じでこちらのお部屋で、旅行系の予約サイト上からの予約でなんとお値段2900円でございました。激安。はい、しかも新宿区の中ですよ。素晴らしいですね。よし、じゃあもう飲みますかね。布団を引くところから、本日も雨ですということで、旅館さくら城さんお世話になりまして出発します。まああの後ですね、もうだいぶお酒も入ってましたし疲れてたので、すぐ速攻で寝落ちしてしまってですね、朝シャワーを利用しまして、あの例のスキスキシャワーをですね利用したんですけども、その他ね全く問題なくてとっても快適だったんですが、唯一言うとするならば、あのスキスキシャワーの水圧がもうなんか湧き水かなぐらいの、あのすごいなくて水圧が非常に長いお風呂時間となってしまいました。まあそのぐらいです本当に。あとはめちゃくちゃ快適に過ごせました。でこの立地でね2900円であんな6畳の個室独り占めできるっていうのは、いろんなところに泊まれるタイプの人間の私としてはもう素晴らしいです。文句ない、文句なしでございます。はい、ということで本日はですね、ここからはですね、あとはもう福岡に帰る飛行機に乗るばかりなんですけれども、まあ、今日の飛行機じゃなくてね、またさらに明日なんですよね。ということで帰りもですね、行きと同様またもや成田空港からピーチで福岡空港まで撮っておりますので、東京からね千葉の方まで、だいぶ移動することになるんですけれども、まあ、明日ということで今回はね、次は、成田空港目の前の定番のホテルにねしっかりと泊まってから帰ろうと思っております。ということでモーターサイクルショーの後の番外編、東京旅行編2はですね、この新宿周辺での
レポートとなりました。いかがでしたでしょうか。もう最近は安い宿を探すことが身に染みてしまいまして、なかなか普通のホテルに泊まることの方が少ないということになってしまってきているんですけれども、この後は久しぶりにちゃんとしたホテルにも泊まろうと思いますし、あの暖気をつけてね、こういろんな楽しみ方を、宿一つにとってもいろんな楽しみ方することができるんじゃないかなと思います。皆さんももしですね興味のある方は、たまにはねいつも泊まらないような場所を探してみるのもいいんじゃないでしょうか。ピコンピコンピコンということでね、はい、それでは本日の動画はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。そんな彼女も今や僕の隣に寄り添って